大釜駅は岩手県滝沢市、篠木明房にある東日本旅客鉄道田沢湖線の駅である。事務官コードは21202。秋田新幹線の冬季における安定輸送工場を目的に当駅へ融雪設,設備が設置されることが決まり、これに伴い当駅の改良工事が進行中である。現行の本線ホームの北側に新しい上り線と 上りホームを設置し、ここに融雪設,設備を設ける。2018年5月下旬頃から工事に着手し、2019年10月26日から31日にかけて切り替え工事を行い、2019年11月1日より新しい上り線の供用を開始する予定。その後現行の対避線にあたる下り副本線と下りホームを撤去し、 現行の本線に沿って新しい下りホームが整備される。全体の完成は2020年12月頃を予定しているが、古戦橋については、上りホーム利用のため、駅改良工事後もそのまま残される。なお、2019年10月下旬の切り替え工事、期間中は当駅での交換が不可能となるため、中規模のダイヤ変更が行われる。具体的には、 当駅で行っている小町同士の交換は、森岡駅で行い、当該の下り小町については、仙台駅で切り離しを行う。2020年4月25日には、下りホームが拡幅され、すべての列車が古戦橋を渡らずに利用することが可能となった。地上駅であり、2020年4月25日現在、短式ホーム2面2線で運用している。駅本屋と2番ホームは、 小線橋で連絡している。秋田新幹線開業当初は、駅本屋側に側線である一番線が、反対側に本線である二番線があり、相対式ホームであった。2018年5月下旬頃から、秋田新幹線の冬季における安定輸送工場を目的に、大雪装置設置などの駅改良工事を実施しており、2019年10月26日から31日の間に、 線路切り替えを行い、下り一番線を撤去して、本線ホームの反対側に、新たな一番線となる上り一番線を設置した。同年12月15日に、融雪装置の使用を開始している。駅舎に代わり、滝沢市の大釜駅前、コミュニティセンターがある。1階に、事務室と談話室、2階に集会室と、学童保育クラブがある。森岡駅管理の無人駅。 乗車駅証明書発行機設。置。2018年3月までは、雫石駅管理の簡易委託駅であった。JR 東日本によると、2000年度から2017年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。注釈出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。